皆さんこんにちは、ミヤクレです。ということで、今回も年配人間の RPG3 ね、やっていきたいと思うんですけど、今回はちょっとね、タイトルサムネに書いてあるかなと思うんですけど、まあ、年配人間のね、RPG3 でね、やってほしいことを、動画にしてほしいことを募集しますという動画です。はい。まあ、新作発表されましたけど、まだ出るまでに時間があるので、このチャンネルを電波人間の動画関係を上げようと思ってるんですけど、その上で、どういう動画を、電波人間の RPG、まあ、3にするんですけど、3で、まあ、なんかとりあえずこの動画3で、3でやってほしいことを募集しますという動画です。はい。なんで、まあ、一応ね、まだやってないことあって、なんだっけ、コンプ的なやつ、アイテムとかアンテナとかインテリアとかエクステリアとか、まあ、多分釣りとかいろいろあるんですけど、そちらのコンプ的なもんやってないんで、そちらをなんか集めるのに動画にするとかっていうのもあるんですけど、一応その企画として電波人間の RPG3 で、まあ、なんかどういう企画やってほしいかっていうのをね、ちょっと募集しますんで、できればね、この動画に書いてください。はい、この動画のコメント欄でいいので、電波人間の RPG3 でやってほしいこと、まあ、っていうか新作発表までにできることですね。で、なんかオンラインもなんか、できなくなるっぽいんで、近いうちに、まあ、それも含めた上で、なんかオフラインでもできることですね。で、なんか動画になりそうだなって聞くね、ネタをちょっと募集します。よろしくお願いします。はい、どうなんですかね。いや、でもなんかあるとも思うんですけど、その企画的にはあると思うんだけど、なんかまあ皆さんに、なんかそう、フリーの時もリースをやってた時もちゃんとなんかやってほしいこと募集しますとかやってたんで、まあとりあえずこれは新作出るまではかは、まあ、募集しましょうかねって感じですので、電波人間の RPG3 やってほしいことを募集します。お願いします。おごにこきつよし。ああ、タイルかい、タイルかい。はい、ということで、ちょっと今日はね、もう新作でやってほしいこと募集なんで、全部やるか分かんないけど、とりあえずなんか、お、これは面白い、これは動画でなんかいけるなって思ったやつは、動画にしていく予定です。今後新作出るまではとりあえずやってほしい。強いな、4戦でやらないので、よろしくお願いします。はい、待って、やべやべやべ、ミスった、やべ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 、あーやべやべ、ミスった、あらやばい、やりました。あー、ちょっと待って、いや、接着しなきゃだった、頑張りましょう、だったやべ、なんかこいつよね、いや、なんか、はい、ということで、そんな感じですかね。はい、ではちょっとこの試合だけやって、ね、終わりましょうかね。あ、そう、ちょっと長い動画じゃないですけど、とりあえず、まあ、この動画がいいですね、できれば。まあ、X の DM でも、まあ、最悪受け付けるかもわからないけど、できればって感じ。まあ、できない人は、できない、もしくはって感じですけど。極力って感じですね。なんか全死めたんだよ。待って、4000。やばい、攻撃かんすか。撃って、破壊で。やばいやばいやばい。攻撃力完走して絶対。いや、スペースも完走といっちゃうわ。曲げたし、普通に。あ、スペースは完走して、ね、なんだろう。いや、避けるんかい。あ、もうこれいける。これ頑張れ、いける。これさすがに頑張れ。キング。キングが普通に大剣良かったかもしれない。さあ、キングですね。まあ、てことで、たくさんのね、電波人間の RPG3、配信までにやってほしいことね、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。あ、配信ね、新作配信までに、やるんで、お願いします。っていう動画で、なんか終わろうと思ったんですけど、ちょっとなんかめんどくさいことになってるんで、めんどくさいっていうか、一応こっち当てて、こっち押します。はい。なんでスペース乾燥してんじゃん、よさげ、マジかよ。普通に乾燥してんじゃん。この電波人間他の乾燥してるからね。なのに言ってないってこれ絶対乾燥。この電波人間。動画時間もっと短くする予定だったんだけど、長くなっちゃう。まあいいや。で、多分体力も高いから。うん、そうだね。はい、ってことで、終われないんですね。じゃあ、このターンで切ろうかな。さすがにちょっと。結果っていうより、その話だから、ワイコレちょっと一戦やろうかなと。ワイコレじゃねえ、これじゃねえ、これやろうと思ったんですけどね。終わらなそうなんで切ります。はい。最後、かかるって終わります。はい。結果は多分勝てると思うんで、そこだけ言ってきます。はい。では、最後までご視聴。今回はね、こんな感じで終わりにしていきたいと思います。はい。はい、最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。